さあ、諸君、こんばんはです。イエーイ、ちょっと久しぶりでしたね。皆さん、明けましておめでとうございます。2022年、今年もナンバーワンゼミナル頑張っていきますからね、よろしくね。さあ、今日はですね、中高一貫校が、まあ、今月ですね、1月の後半に、試験がございます。そんな中の過去問のごくごく一部を皆さんに紹介したいと思いますね。これは小学生の諸君も6年生ぐらいからわかるかな。やっぱりね、5年生だとちょっと厳しいかもしれません。中学生の諸君もなかなか面白い問題があるなと思って興味を持っていただけると嬉しいなと思います。それから、そうですね、太田高校とか前橋高校とか、そちら側の前期試験のね、その方の問題にもこんな似たような問題がもうちょっとレベル上かな、あります。ただレベルが低いとは全く思わないような問題ですよね。そして中3生の受験生の皆様ね、もう昨日も今日もね、試験、明日もあるかもしれません。頑張ってくださいね。では、そんな中、中高一貫校のバスケットボールの問題、こちらもですね、ちょっと紹介してみたいと思うんですよ。こんな問題が、まあ、ほんの一部なんですよ。これ、結構ね、しっかりした問題やってんだなっていうことを、一つ理解してもらえると嬉しいなと思いまして、ね、中学生の諸君も、おこれ小学生やってんのか、これは頑張らなくちゃいけねえな、なんていう風にね、思っていただけるといいかなと思います。ではちょっと見てください。バスケットボールの試合をするんです。これだけなんです、問題。さて、次の条件だと1試合何分にすればいいのかな、なんていう答えを導き出してくれ、式とか言葉で導き出してくれ、いっぱい書いていいよというような問題です。うわ、条件がやたらあるまずね、1個ずつ見てみますか。すべての時間、とにかく45分で終わりにしてちょうだい、2つ目、すべてのチームが他のチームと1試合ずつ対戦する、まあ、総当たりっていうやつですね。チームは4チームです。コートは体育館に2つ作ります。2つ同時に試合ができるよっていうことなんですね。試合と試合の間は6分、取る6分間、絶対にこのパターンは絶対に6分、5分じゃなくて絶対6分取ってくれっていうパターンです。初めの言葉、本日はお集まりいただきましてありがとうございます。さて、これから2022年度のわーなんていう初めの言葉があります。終わりの方はこれも1分ずつピッチン取ります。準備運動せにゃあかん、整理運動もせにゃあかん、5分間ずつきっちり取ります。その他の時間は考えないということは、移動の時間とかなんとかっていう時間は全く無視して、これだけの時間に集中してちょうだい、これだけの時間で考えてちょうだいという話ですね。ではね、まずコートが2つある、2つ同時に試合ができることは分かりました。じゃあ一体何試合やんなくちゃいけないのか、これが分かんないとどうにもなりませんよね。ですので、それをまず考えましょう。チームは4チームと書いてあるので、こいつを A、B、C でのチームといたします。何試合必要なのか、他の試合全部他のチームと必ず1回ずつ当たれということなので、ちょっとこんな情報系を作ってみましょう。 A 君と B 君が当たります。 B 君と C 君チームが当たります。D と C が当たります。 A と D が当たります。これで4試合、 1,2,3,4、 そして D 君と B 君が当たります。 A 君と C 君が当たります。これで完璧なんです。さあ、何試合やったかな。 1,2,3,4,5,6、
6試合なんです。これで決定しました。6試合が決定です。6試合しなくちゃいけない45分の中でね。そしてここです。2つ同時に試合ができるので、1つのコートでは3試合やればいいですよね。3試合なんです。だから試合は3個、1個、2個、3個の試合をすればいいんです。そして初めの言葉1分なので、初めの言葉1分イエーイ、終わりの言葉1分、終わりの言葉1分イエーイ、そして準備運動5分、準備運動5分イエーイ、そして試合、そして試合と試合の間6分取る、はい6分、6分取る、整理運動5分。ほらどうですか、こんな感じでいいんじゃねっていうことが分かっていただけると、これで実は答えが出てきますね。あおさあ、するってとあと忘れてないかどうかをちょっと確認しましょう。はい、初めの言葉入れました、終わりの言葉入れましたね、はいこれこれ、そして準備運動入れました、整理運動入れました、はいこれこれ、試合の間の6分を取りますこれこれ、入れました入れました入れました、完成。そしたらここの、丸以外の数字を全部足すと必要な分数が出てきますよね。6分、これでね、6分だから24分必要だってことが分かりました。それゆえ全体の45分から24分を引きましょう。つまり21分試合時間があるということでありますね。1、2、3、3試合をする必要があるのだから、出ました1試合7分でありましょうというような、考え方、答え、考え方に結びついた答えを出した、これが大事なことであるんですね。さあ、こんなような問題が、面白いでしょ、考えてみたらこんな問題が出てきたんですね。それでは皆さん、新春早々こんな問題をご紹介いたしました。ぜひチャレンジをしてみてくれないかなっていうか、説明しちゃったけどね。では明日からもまた頑張りましょう。ではねー。